電マを使ったマッサージをやっていきたいと思います。リラクヤでは公式に電マのメニューはないんですけど、以前タイラーさんの講座で電マを習ったんですね。で、真面目に使うものなので、この正しい電マの使い方でお体をほぐすと、はい、すごく早く安全に楽に気持ちよく、まあ、どちらも楽に指が疲れるとかですかね、押しすぎちゃうとかいうことがなくできるの で、ちょっと今日ももはさんむくみがあるというふうにおっしゃってたので、はい、むくみ取りにも結構電マってこの細かい振動でふーっと心臓の方に戻すような働きあるので、これを使ってやってみたいと思います。もしご希望があれば、未熟ではありますが電マを使ってマッサージすることも可能ではあります。で、まあ、心臓に戻りやすいように少し足を上げます。ポイントはこうガシッと握らないで、このペンシル持ちで軽く持って、それから必ずローモードにするっていうことですね。激しくしない、ハイではなくローで。どうですか？気持ちいい。あ、気持ちいいですよね。くすぐったさとかないですか？あ、大丈夫です。ちょっとくすぐったいです。あ、ちょっとくすぐったかったですか？少し強めに当てた方がいいですかね。これぐらいですかね。ですかね。あ、でもちょっと少しもう暖かくなってますね。ほんのり暖かさが。もう色違いますもんね。右と左で。こちらの方がやっぱ少し明るくなってますね。肌ツヤが良くなった感じありますね。結構短時間でも、その、何でしたっけね。毎秒5000回でしたっけ。5500。そう、ローモードで5500。5500回。そうそうそう。あのすごい振動がやっぱりねありますので、威力もあるんですね。どうですか？ちょっとくすぐったいですかね。こっちの方がくすぐった。あ、こっちの方がくすぐったさ強い。ちょっと慣れてきましたかね。はい、気持ちいいです。あ、気持ちよくなりました。うん、はい。ちょっと急に当たるとわってなりますかね。なります。
こちらも柔らかくもなりますね。さっき結構押した時に足硬かったんですけど、うん、今こう分かりますかね、ふにふにふに結構、はい、柔らかくなりますね、うん、ももの方もやってきますね。どうですか、気持ちいい、結構意外じゃないですか、こんなこう、うん、普通に気持ちいいっていうのが。そうですね、なんか自分で肩に当てるか骨に当たって痛いなってイメージしかなかったから、やっぱこれはエロいことしか使えないなと思ってそういう認識だったんでそうだったんですね。意外と画期的でした、はいそうなんです。意外とこの当て方だったりとか、うん、持ち方を変えるだけで、うんうん、あの正しく使うと真面目なマッサージにきちんと使えるんですね。確かに肩はちょっと骨がね、すぐなので難しいかもしれないですね。タイラーさんも言ってたんですけど、ここにね、あの、なんていうんですかね、蛇腹状になってるので、うん、フィットするようにこちらで調節できるんですよね、うん、角度とかが自然と目にうまく入ってくれるので、意外と奥は深かったね。そうなんですよ、意外とねちゃんと設計されているんですよね、うん、で逆に言うとあのエロい使い方の方はしないでくださいってなってるぐらいなので正規の使い方ではないというやつなんですよね、あれそうなんです、ね、どうですか、なんかこう手でやられるのと全然また違って。そうですね、うん、なかなかいいですよね、うん、足裏とかもできる、あ、足裏くすぐったらですか、この辺大丈夫ですかね、うん、こんな感じで、これで結構足もね、ほっそりしますので、うん、これやっとくと、多分さっき痛かった膝裏も、あ、ほら入りやすいから、あ、はい、痛み、はい、減ってますよね。だいぶ違いますよね。もう押した感じも全然違いますね。足がすごい柔らかくなってます。うん、もう結構で肌もちょっとしっとりしてますね。血流が良くなったせいか、うん、あ、すごいあったかいですね。ももなんかもね、さっきよりもあったかくなって。ちょっとしっとりもしてますね。色味もやっぱりこちらの足の方が今少し明るさ出てますもんね、比べると、うん、ふくらはぎのあたりとか分かりやすいかも。ちょっと明るいですよね、こう比べた時に、うん、で右足もやってきますね。
ですか、さっき右の方がくすぐったいっておっしゃってたんですけど、はい、右足のくすぐったさも軽くなりましたかね。あ、そうですね、はい、気持ちいいです。気持ちいい、そうなんですよ、なんか慣れるとまた気持ちいいっていうか、最初ちょっとね、あんまり普通ない刺激なのでゾワゾワっとするとかあるんですけど、ちょっと慣れると普通に受けられる気持ちよさありますよね。お尻とかやってもいいんですよ。ああ、こういう感じですね。ああ、どうですか、気持ちいい。うん、割と、まあ、短時間ですけど結構下半身すっきりしたんじゃないかと思うんですね。ちょっと足上げてみたりしていただいていいですか。どうでしょうか、ちょっと動かしてみて。軽い、軽くなってますよね。はい、そうなんですよ、割とこれだけでも足が、肉が落ちたんですか。あ、でもちょっとね、肉もあの柔らかくなるし、すっきりするんですよね、むくみが取れて。あ、うん、ただギュギュ押すよりもさっき結構お尻も痛そうでしたけど、された感じ、もう痛みも軽くなってますよね。はい、膝裏とかもね、こう、そうですね、ね、痛かったところも楽になってると思います。ちょっとこの辺まだ少し痛いですかね。はい、押しやすくなりましたよね、柔らかさがかなり上がりました。うん、足首の硬さもさっきよりかなりなくなって、うん、あのスムーズな感じになってきてますね。お疲れ様でした。